数学基準力。どうもちゃ、篠原です。今回は数学の基準力について話したいと思います。はい、数学の基準力ですね。で、数学の基準力、まあよくわからないっていう人多いと思います。で、基準っていうのはまあ要するになんですけど、要するにわかりやすいか。分かりやすい、理やすい、まあ分かりやすくの方がいいですね。分かりやすくかつ何でしょう、論理的に、論理的に、まあ分かりやすくと論理的には若干かぶってますけど、論理的に、的に、まああと明確に、明確に、明確に、どう考えたのかっていうのは、どう考えたのかっていう、その自分の頭の流れっていうのを書くことっていうのが数学の基準に求められていることなんですよね。で、例えばですけど、頭の中でわーっと計算してこれっていう数字が出たっていうのが間違ってるったらもう全部バッサリなんですけど、考え方は合ってるけど計算ミスをしたのか、考え方がそもそも間違ってたのかっていうのをこう最善感に伝えるっていうのが数学の基準なんですよね。で、例えばですけど、具体的に言うと、例えば、この問題ってのは場合分けをすればいいんだなって思った。で、場合分けをしようと思ったら場合分けを振るって書くんですよ。そしたら、あ、この人は場合分けをしようと思ったんだなっていうことが伝わるわけですよね。で、じゃあ場合分けのパターンとして、まあ1はどうだ、2はどうだ、で3はどうだっていうふうにするのが、まあ、VTOP でこれ例えばですけど、まあ、こうとかっていうのがあって、で例えばですけど、計算ミスでここが計算ミスしてて、こことここは合ってるっていうんであれば、ここの部分点引かれるだけで済むみたいなっていうのが、まあ、数学の基準で求められることなんですよね。で、まあ、正直な話、まず VTOP がビジュアルっていうのはすごい大事で、僕が勝手に思ってるのはこう段落ですよね。こう段落をこう区切る、こう区切って、ちょっとこの1の内容はちょっと下げるんですよねとかっていう、こうビジュアルパッと見た時に、答案として見た時になんかこう綺麗かどうかっていうことがまず一つなのかなと。で、あと論理的にっていうことで、例えばですけど、場合分けをするって言わないのに、これで場合分けをして、で以上の場合分けよりとかでここに書いちゃうと、なんかちょっと論理的にどうかなみたいなっていうところとか、あるいはですけど、これ1のところ、ここイコールがあって、ここにもイコールがあるのに、またここでイコールのやつ計算してるとか、これがちょっと論理的じゃないとかね、ダブってんじゃんみたいなところとかっていうのが、あるのかなと。で、あと明確さですね。この明らかさっていうのは、まあやっていくしかないかなと思うんですけど、基準力つける方法、具体的には添削です。添削が一番効果的です。ですから、まあ添削をね、こう受けながらやるのが一番いいのかなと思います。です。ということで、今回数学の基準力について僕なりの意見を話しました。ぜひ、基準力つけてやっていきましょう。数学の基準で点取れると、もう10点20点ガンって入ってきますからね。英語で10点20点稼ぐのって相当大変じゃないですか。なんだけど、数学はもう一気に10点20点がボコッと入ってくるんで、ぜひね、勉強頑張ってやっていけたらいいのかなと思いますということで、今回はこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。僕偏差値が数学で 84.9 を取ったんですけど、まあ文系でこれだけ取れるってなかなかないと思うんですよ。で、なんでじゃあこれだけ取れたのかっていうと、まあ最善感に伝わる答案を書いたからだと思うんですよね。最善感に伝わる答案を書いたから、まああまり聞かれずに済んだっていうところ、あと、まあ、正直 84.9 は運ですね。運です。ラッキーパンチがたまたま当たったみたいな感じなところはありますけどね。高い偏差値取ろうと思ったら簡単なんですよ。漢文で頑張ればいいんです。漢文は対策してる人があんまりいないし、あと難しいのが出た時はもう本当に難しいんで、偏差値高い点取ろうと思ったら漢文めっちゃ頑張ったら、それは高い偏差値取れるんですけど、まあ意味あるのかってあんまないと思うんですけどね。はい、です。まあ、数学の基準力つけて、ぜひ点取っていってください。最後になりますが、この動画の動画概要欄 URL クリックしてもらったらメルマガ登録フォーム取ります。30秒ぐらい登録できるんで、よかったら登録してください。今後もこういう勉強学情報をどんどん配信していくんで、これからもお付き合いしてくれると嬉しいです。ということで、また次回会いましょう。現在
成績が上がる冊子を無料でプレゼントしています。勉強しているのに成績が上がらない、いまいち勉強するやる気が出ない、そんなあなたに効果的な冊子です。動画概要欄の URL をクリックし、登録フォームから篠原に教えてもいいメールアドレスを教えてください。プレゼント冊子とメールマガジンをお届けします。ではまた次回お会いしましょう。